今年の漢字が決まったということはですね、日本にとっても国際社会にとっても北朝鮮の脅威というのが大変現実的なものとなった、差し迫った脅威となった1年間であったということだと思いますね。私はですね、挑む朝鮮の朝ですね、少子高齢化という大きな壁に挑む、その挑戦をスタートした年でもありました。また北朝鮮の脅威、北朝鮮情勢に対するその脅威に対して国際社会とともに挑んでいく、その1年だったと思います。そしてこの国難に挑むために総選挙に挑んだ年でもあったと思いますので、私にとっては挑む、その一時がふさわしい1年だったと思います。